大変お待たせいたしました。それでは第4部軽音楽でございました。今まではクラシックでございました。これからはアカデシックでございます。なお演奏の前でございますけれども、ちょっとお手元にございます一部30円のプログラム、お買い求めのない方はまだ売ってる様子でございますので、一部30円だそうでございます。なかなかこのプログラム額のあることを示していただきまして、軽音楽の部、文字が違っております。軽音楽とは読みますけれども、最初の位置に訂正させていただきます。それでは第4部軽音楽、指揮者をご紹介いたします。同じく私と同じく明治高校のご出身でございまして、小島勝信君でございます。どうぞよろしく。現在は明治大学マンドリンクラブのキャプテンであり、また指揮者でもございます。高校時代からの噂でございますけれども、彼は非常に勉強家だそうでございまして、常に英語の辞書と我慢口を話したことがないということで、もっともその我慢口の方の中身なんでございますけれども、今流行りの、カラーでございまして、一体何が入っているかわからないようでございます。比較的私よりも体格がよろしいようでございまして、横の方にシネマスコープ型でございます。それに比べまして私の方はこう縦にシネマスコープでございまして、見苦しいかと思いますけれども、これからの第4部軽音楽をお楽しみいただきたいと思います。